こんにちは、シャキです。今日は、亀太郎家のトイプードル紹介の4回目です。まずは、前回の生後50日目までのあらすじから。亀太郎家の仲良しトイプードルのカップルが赤ちゃんを出産しました。137g と 140g の小さな2匹の赤ちゃんが生まれました。仲良くお昼寝中。その後、順調にすくすくと育ち、亀太郎家にある小さいはかりでは測れないくらい大きく成長しました。君たちはどれくらいの重さになったんだろうね。前回までのあらすじ終わりです。ではこの続きを紹介しますね。生後51日目、まだおっぱいを飲んでいます。君たちはいつまで飲むのかな。それぞれに顔の特徴が出てきたかな。こちらがお兄ちゃんです。こちらが弟ちゃんです。生後52日目、兄弟で遊んでいます。だんだん激しくなってきましたね。生後53日目、ソファーに登りたいよ。あんな風にジャンプすれば登れるんだな。よし、ジャンプ。ダメだ。54日目、今日もじゃれ合って遊んでいます。え、また撮ってんの。俺の前に出るな。分かったか、この野郎。
どっちかというと弟ちゃんの方が暴れん坊だ。生後55日目、ご飯の時間。生後56日目、今日は初めての予防接種の日でした。検便と健康チェックも同時にしてもらいましたが、問題ありませんでした。最近測れなかった体重も測ってもらいました。お兄ちゃんが 1340g、 弟ちゃんが 1040g でした。順調に問題なく成長しています。面倒見の良いママのおかげだね。生後58日目、今日もおっぱいを飲んでいます。生後59日目、今日は足裏のカットをしました。小さい肉球が出てきました。弟ちゃん、お兄ちゃん、生後60日目、また撮ってんの。もう生まれてから2ヶ月になります。いつまでおっぱいを飲むんでしょうね。暴れん坊の弟ちゃんに注意するママ、なぜかお兄ちゃんも一緒に攻撃です。二人がかりはやめてよ。
元気いっぱいの弟ちゃんです。今回の動画はここまでです。亀太郎家のトイプードル紹介の4回目でした。今回はトイプードルの生後51日目から60日目を紹介しました。一応今までの動画も紹介しておきます。ご覧いただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。